はい、どうも、ゆうねいです。別れの前に珍しい瞬間をね、見せてくれそうな子がいます。まあ最初からじゃないのが辛いですが、どうかご容赦ください。こんな風に体をね、いや、体が柔らかいうちに伸ばしたり縮こめたりして脱ぐようですね。
あともうちょっとなんですが、取れないですね。もうちょっと、ちょっと邪魔者が少なくなるようにね、鰹節をばらまいて、まあこの子がターゲットにならないようにしております。まあ、こんな風にね、脱皮中の個体が狙われることも多々あるので、まあまあこういう狭いケースではね、増えすぎるのがちょっと問題になるのですよ。今現在私はね、最後の、まあ、最後の鰹節をね、与えて回っています。せっかく充電したのにな。そろそろ私の、ね、予定がね、入ってくる頃なんですが、まあ、かくいう私はね、もう今年で、まあ、受験生でして、まあそのためにもね、ちょっと大変な状態なわけでして、まあ彼らとの別れもね、苦渋の決断と言いましょうか。
まあ受験先に行って彼らを飼育することは不可能でして、まあ他のカタツムリのエスカちゃんとかも、まあ3月にはねお別れするつもりです。まあこの私の受験に際してこのチャンネルがどうなるのかは今のところまだ未定です。まあ入学した先でね、こっそりまた続ける可能性もありますが、その時はまあこのような幽霊ではなくなっていることでしょう。まあ今は最後の最後まで彼らのために、まあできることをしていきたいと思っております。それではまた。